ての核に触れたなっていう気がしたのね。それに私のそういう部分にも触ってもらえたっていう感じがした。なんかそれもエロくない？そう、分かった。実際めっちゃエロいなこれって思ってた。なんていうか、会話ってこんなエロいんだみたいな。下ネタってこと？全然、基本ノー下ネタでボディタッチもなし。ちょっともう分かんない。でも話しながらこうお互いをまさぐってるような感じはあった。それクソエロい。で最終的に自分たちが付き合ったらどうなるかみたいな話もした。何それ、もう好きじゃんお互い。そうだから、いやなんかお互いはもうちょっと好きだよね、少なくとも私たちなんかもう仲良しだよねっていう確認をして、本当のところ今日もうしちゃってもいいよねみたいな。えそれ下ネタカウントじゃないの？いや全然、本当に普通に会話の延長って感じ。大人。いやでも、まあ、今日はやめとこっかってなって、うん、タクシー拾って解散した。えなんで、どうして？いや、えするの普通は？普通は知らないけど、でもそれは全然そこまで言っても良さそうな感じじゃん。まあ、まあ、それはそうね。そう、メイコは経験ある？そういう、そういう何あったその日に的な。初見ではないね。2回目とか3回目とか。まあそれはあるでしょ。ない？ない。あとそういうの、そういうペース無理な人だから。でも3回目ぐらいに大体みんな求めてくる。そうだから、3回目で求めてきた人はチャラいっていうくくり。あー、グミちゃん厳しいな。いやまあそれはね、こことここで違うとこだよ。でも私は正直、してもいいと思った。いや初めてかも、そういうの初対面の人とは。っていうかしたかった。お、いやしちゃったら一体どうなるのかなみたいな。あ、話してるだけでこれなのに。もうしちゃったらこれはっていうのもあったし。